天皇陛下皇室制度女性女系はあり得るのか、そしてそれは染色体や国民の総意の問題なんでしょうか。はい、というわけでこんばんは、参議院議員の音喜多駿です。今日の Vlog もスタートしていきたいと思います。8月25日に収録をしております。今日は我々もですね、政権公約マニフェストプロジェクトの大詰めを迎えておりまして、全国会議員が参加でですね、今約250作った政策をけんけんがくがくと議論をしてた、けんけんごうごう、かんかんがくがくと議論してた、わけでありますけども、皇室制度について結構白熱をしましてですね。で、ちょっとまあ、議論の深い中身まではですね、一応党内会議なんで差し控えますけども、ちょうどネット上でもですね、昨日か一昨日かな、河野太郎外務大臣が、この女系をある意味容認するような、発言をされてですね、まあ、男系を維持できるのが望ましいが、やっぱりこう女系というのも含めて考えていかなきゃいけないだろうと、まあ、いう発言をして、かなり賛否両論、ネット上では起きているという状況で、ございます。で、ちょっと今日はですね、皇室制度ってもうこれね、非常に本当に複雑な、議論でして、もう一個一個の論点絞っていくと、それが一個ずつ1時間とか、かかることなので、まあ、少しちょっとですね、とっちらかった話になるかもしれませんけども、私の、考えというものとですね、まあ、現時点のこの論点、の整理というか、まあ、そういったものをね、少しお話をさせていただきたいと思います。で、まあ、今ご案内通り天皇家というのはですね、まあ、側室制度というのが、なくなっているわけですから、子供でこう、代々のこの、本当に親族だけで正妻と、この子供だけで、男子の子供に継いでいくというのがなかなか難しい状況になってきてまして、まあ、今は秋篠宮様の息子、殿下一人だけが男系男子、天皇陛下の後継ぎになれる権利があるのは今1名だけという状況になっています。なので、この持続可能性、今後皇室が安定して継承できるのかどうかというのはかねてからも議論になってきましたし、まあ、ここでいわゆる男性女性男系女系という問題が出てくるわけですね。で、ほとんどの方がですね、これまあ、世論調査とか見ても 70-80% の方はもう理解しないまま賛成反対っていうふうにこう回答してるみたいなんですが、女性天皇と女系天皇っていうのは全然違いまして、女性天皇ってもうこの通りですよね。もう女性で天皇陛下になる。これは実は歴史の中でも何件か、実在したんですね。でも女系天皇というのは、お、アナウンスが流れしまった。まあ、女系天皇というのは、これまで存在しなかったというふうに歴史上はされています。女系というのは何かというと、この、生まれた、こう、まあ、天皇陛下と皇后陛下から生まれた子供で男子。まあ、これが男系男子で、例えばこう女性がこう兄弟生まれて男子で女子女子という、まあ、三兄弟が生まれたとしましょうと。で、この女性が例えば天皇陛下、この、なんだ、男系の男子の、まあ、天皇陛下ですね。この子供の男子。男子のこの側にずっと継がれていくと。だから、天皇陛下から三人子供が生まれて、男子、女子、女子で、三人兄弟としますと。で、この、長男のところに子供が生まれませんでしたと。では、その、長女のところに男子が生まれたから、じゃあ、この人が次の天皇陛下ねっていうことにはならないわけですね。それならば、こう、女系、それは女系。女性の子供っていうのは男系男子、女系男子なんですよね。だから、男系男子ということで、これまで2600年間、天皇陛下の伝統というのは続いてきて、女系というのは入ってこなかった。だからこの男系男子という伝統は守らなきゃいけないというのが、この皇統の議論の核となる部分。そして今ここで、でもそうは言ってもこの男系男子今だから1名しか、秋人様しかいないわけですから、この1名だけでも持続可能性ないでしょう。だからもう時代も変わったし、男系男子そもそも男子だけっていうのももう差別的だし、もう女性天皇も当然認めるべきだし、この女系っていうのも全然こう開きいいじゃないかと。そして愛子様とかいろいろね、女性のお子様は今皇室にたくさんいらっしゃいますから、その方が伴侶を見つけて子供を産めば、で、もうそしたらもうどんどん簡単にです。まあ、比較的簡単にちゃんとこう継承できると。だからもうそれをね、見直しましょうよと。まあ、いうことをおっしゃってる方もいると。で、そこに対して河野太郎に、大臣が、まあ、今回理解を示して、そうしたのも含めて考えるべきじゃないですかと言ったので、こういう蜂の巣をついたような騒ぎになっているわけですね。というのも、保守派と言われる議員たちは、これを女系、天皇というのは、やっぱりこう、絶対認めるべきではないというふうに考えている方が非常に多くいらっしゃいます。で、私自身実はこの歴史認識とか、安全保障や、なんでしょうね、外交防衛とかそういったものでしたら、保守派右派だということは以前申し上げましたけども、私も皇室制度に関しては男系男子というこの原則は守るべきだというふうに思っています。で、女性天皇というのが、この、中継ぎ的なポジションで、こう、登場するというのは、私は許容すべきだと思いますけども、やっぱこの男系男子というところは、この伝統というのは、破ってはいけないものだと思うんですよね。で、これに関してはね、本当に難しいので、もうなんかロジックというか、まあロジックもあるんですよ。やっぱり、この、
で、なぜ我々がね、ここまでこの保守と呼ばれる人たちが、この男系男子にこだわるかというと、保守というのはまさしくこの伝統とか慣習というのに重きを置く考え方なんですね。で、人間が理性で考えたことというのは限界がある。それに対して、伝統とか慣習で何百年何千年と疲れてきたものには、やっぱりこの、ロジック成り立たないとしても何らかの理由があって、そしてそれを実際にこう、崇めている方々がいて、まあ、そうしたものはやっぱ大事にしていって、残次的にこう変わっていくことで社会が良くなっていくというのがやっぱ保守の考え方の一つなんですけども、やっぱその点から見ると、やっぱこの天皇家の男系というのは、まあ、科学的にはとか、まあ歴史上のね、いろいろ南北朝時代やっていろいろ混ざってるじゃないかとか、まあ、いろいろこう、細かいところ言えばいろんな議論はありますけども、ただやっぱり、まあ世界の歴史で見ても、2600年、もう2000年以上、この、日本の歴史というのは天皇陛下、万世一系で続いてきたと、まあ、いうことが大体認識されていて、そして我々も、この天皇陛下に対して、こう、異形の念っていうのを、まあ、多くの方々が、もう保っていると。まあ、いう状況で、やっぱこれはね、なぜかというと、この伝統を守ってきた。もう、この理由でしかない。もう、この理由が一番大きいんですよね。で、それも、なんか、なんだかわからないけども、でも長く続いてきたから、もうみんなひれ伏さざるを得ない。まあ、こういうことってね、まあ、世の中ってのは、やっぱりね、残念ながら人間が人間の社会として営む以上、私はあり得ると思うんですよ。あり得るし、それは一回ぶっ壊してしまうと、もう経験には元に戻らない、てか多分二度と元に戻らないものだと思うんですよね。で、それに対してやっぱり女性とか女系とか、やっぱ男女差別の温床にね、この天皇陛下の存在がなっているとか、そういう議論ってのはね、非常に理屈としては分かりますし、まあ、そういうリベラルの方は特にそういうふうに主張されるわけなんですけども、でもこの男女平等であるとか、あるいは LGBT もそうですし、まあ、そういった議論っていうのはやっぱりここ100年200年に出てきた話なんですよね。で、一方でこれ2000年続いてきたわけで、今の正しさで言えば、私はやっぱ男女平等、それは男性も女性も、男性だからなれないものとか女性だからなれないものっていう、そういうポジションがあるのは良くない、社会的にはそうだというのは正しいと思います。ただこれはここ最近の正しさなんですよね。まあ、それはちょっと前まで、それもう100年と言わなくても、昭和の時代だって、女性にはこれはできないとかですね、男性はこれをやる。で、逆に女性はこれをやって、男性は、これはもう入ってはいけないとか、まあ、そういう、線引きっていうのが、あって、それは正しいものとして思われていたわけで、数十年の単位で人間の正しさ、理性で考える正しさっていうのは、まあ、移ろうわけですよね。変わっていくわけですよね。そこに対してやっぱこう2000年以上続いてきたものを、その場その場の正しさによって変えてしまっていいのかと。そして一度変えてしまったらもう権威とか、みんながより、イフの念、いやこんなついてきたんだすごいなっていうものを全部こう投げ出してしまっていいのかということは、私はこれ極めて慎重に考えなければいけないというふうに思っております。で、河野太郎大臣はですね、まあ、そういうのだからそういうのも含めて国民の総意で決めるべきことだと言っていて、そして国民の総意としては今やっぱ確かに世論調査を取ると別に女系でもいいじゃないかっていう人が、まあ、大半は結構多いわけですよね。それは女性と女系の違いが分かってないってこともあるんですが、まあ、女系っていうのを認めるべきだという人は多分数としては多くなると。まあ、それじゃあ先ほど長島昭久さんっていう保守派の自民党の大義士がつぶやかれてましたけども、まあ、国民の総意という考え方が決定的に異なりますと。天皇の地位は現在の国民だけでなく、日本に住まう過去、現在、未来の国民の総意に基づき決すべきです。とおっしゃっていて、これ私もストンと落ちてです。あ、なるほど、その通りだなと思ったんですけども、やっぱこれやっぱ先ほど言ったように、この天皇の問題に関してはやっぱ法律とか、で、憲法もそうだと思います。それやっぱ、人間が作った、もうたかだかこの数十年で作ったものに関してはやっぱり、人間がね、作った人間が、その社会に応じてですね、理性に基づいてこれ変えていく、倫理に変えていくということは、全然あると思うんですけども、やっぱこの2000年以上続いてきた、この伝統というものを、今ここに生きる我々が、まあもう時代のトレンドだよね、ということで、変えてしまっていいのかということに関しては、この、まあ、極端に民主主義社会だって、もう、だからから、この、もう明治以降ぐらいですよ。まあ、その民主主義の多数決という仕組みを国民の総意とみなして、この何千年続いてきたこの皇室の伝統というのを国民の総意だからと言って変えていいのかというと、まあ、そこも私はやっぱりね、非常に疑問だと思います。なので、まあ、ちょっとこういうことを、私も言うと、まあ、キャラじゃないというかね、あんまそういうふうに思われないんですけども、やっぱり、ね、この社会政策は私はリベラルなんですよ。だからもう、こう、変えるべきものは変える。で、一方でね、やっぱり守るべきものはしっかり守っていかなければいけないと。で、この日本という国を日本たらしめているのは、やはり私は天皇陛下であり、皇室制度というのは非常に大きなファクターであると思ってます。で、やっぱ被災地に行けば天皇陛下が来たと、皇后陛下が来た、あるいは、皇太子が来たということで涙をする人がいる。そして、なんでしょう、ちょっとこう雰囲気悪かった。この避難所の争いが収まったりとか、まあ、そうしたものはやっぱこの歴史と伝統が持っている、もう理屈では説明できないもの、の力だと思うんですよね。で、これはもう本当に世界各国から羨ましいと思っていて、まあ、そんな歴史を持っているのはもう日本しか、もう世界で唯一、本当に唯一になっている。まあ、それはですね、やっぱりこの、まあ、皇位継承の安定さがないからとかですね、もう今時代のトレンドで、もう女性、女系というのも開かないといけないという、この今の正しさで変えていくということに関しては、やっぱり私は極めて慎重でなければいけないんだろうな、というふうに思っております。まあ、ちょっと一方的にボロボロ喋って、ちょっとあまり整理されてない議論で申し訳ないんですけども、まあ、そこでこの男系男子ということを、まあ、
保つためにはですね、旧宮家という、まあ、皇室ではないよと、歴史の司さ、歴史のタイミングで判断された方々を戻すとかですね。まあ、そうすると男系が繋がると。まあ、そういうことも今議論されていて、私はそういうことは、積極的にね、男系男子という伝統を守るために検討していくべきだろうと、考えております。そして、まあ、ネット上ではその、男系にこだわるのは Y 染色体がずっと続いてるからだとか、まあ、そういうロジックも見たんですけども、まあ、正直それはもう後付けですよ。まあ、全然僕は重要なポイントじゃないと思ってます。だって、染色体とか DNA だったってもう、ここ100年ぐらいの科学の話ですから、やっぱそんなもんでやっぱね、2000年守られてきたという伝統、物語というのは別にジャッジできないんですよね。で、それはもう、もっと踏み込んで言えば、この2000何年、まあ、神武天皇から続いてきたっていうのは、まあ、それはなんかもう、神話だと言われてる、そこの科学的に遡れるのはもうちょっと短いわけですけども、歴史のね、師匠として遡れるのはもっと短いわけですけども、でも、物語としては成立をしてきて、それでもそれに足るだけの論拠っていうのが、まあ、一応その物語を信じるだけの論拠は今まで作ってきたわけですよね。まあ、そこはもうあると、目の前にあるということがもう現なんでしょう、実在であると、ちょっと哲学的な話ですけどね。まあ、そういうことになっている、このガラス細工のように作られてきたこの伝統の物語というのは、もう、ね、一個そんなね、Y 染色体がとかなんだとか、この今の価値観で判断したら崩れてしまうものなわけですので、まあ、そうしたとことかもですね、まあ、一線を画してこの議論というのは、進めていくべきではないかと。まあ、そしてやっぱり、男系女系の、まあ、区別がほとんどの国民の方がついていないという状況で、なおさらですね、まあ、アンケートを取ったら女系も OK って言ってるからと、今これが国民の総意だからということで進めていいものではないと、まあ、いうことは私は強く、感じております。なので、これ、党内の議論というのがどういう結論になるかというのは今のところ、俺は分かりませんけども、まあ、私個人としてはですね、まあ、皇室制度については、やはり伝統継承、男系というのを堅持していくということが、私は重要だと思います。ただ、繰り返しになりますがですね、それは今の社会のあり方とは、もう別の次元の話であると。天皇陛下が男子しかなれないんだから、男子の方が偉いとか、そういうこととはやっぱ切り離していくべき努力はしなくてはいけないし、そのためにやっぱ、同性婚であるとか、夫婦別姓とか、まあ、そうしたものについては、変えるべきは変えていくということはね、まあ、ちゃんと両輪で、打ち出していく必要があると思っておりますので、まあ、こうした観点で政策提言、政策を煮詰めてまいりたいと思います。引き続きのご指導、ご鞭撻をお願い申し上げまして、今日の Vlog としたいと思います。それではまた次回、さよなら。